これをしっかりとやっていくっていうのが大事になるかなというふうに思います。もうこれは多分もうどの受験生に聞いても絶対英語数学ちゃんとやっとけばよかったって言うと思います。まあどういうことかっていうと、どうもスタディコーチのフラッシュです。翔太です。今回の動画ではこれから4月に高校に入る新入生に向けてどのような風に勉強していったらいいかっていうお話についてしていこうと思います。高校2年生、高校3年生向けの動画も今週上げていくのでぜひご覧ください。高校生になって高校に入った時に、部活があったりとか、クラスの人と馴染んだりみたいな話もあると思うんですけど、しっかりと勉強していかないともう最初に追いつけなくなってしまうと、もうそこからもう一回取り返すことが結構難しくなってしまうので、最初に、いいスタートダッシュを切るためにどんな勉強したらいいかについてお話していこうと思います。それでは最高。はい、ということで新入生の皆さんに意識してほしいこと、まず一つ目が、定期試験のために全力で勉強するっていうことです。定期試験はかなり高校の勉強の柱になってくるものなので、これをしっかりとやっていくっていうのが大事になるかなというふうに思います。中学校の頃とかだと定期試験とかあんまりやらなくても塾でしっかりと勉強したら大丈夫みたいな風潮もあったりしたと思うんですけど、高校になったらやっぱり定期試験が軸になってくるかなというふうに思います。なので科目に関係なくしっかりと定期試験でいい点数を取るっていうのを目指して勉強してもらえたらいいかなというふうに思います。この時に僕的に大事かなって思ってるのが、一回しっかりと覚えて、それを忘れてしまうのはしょうがないかなっていう意識で勉強してもらえたらいいかなっていうふうに思います。例えば社会で暗記をいっぱいやって、定期試験終わったらちょっと忘れちゃうよっていうのがあると思うんですけど、それはそれで仕方ないもので、一回しっかりと覚えたっていうことがあれば、一回忘れてもちょっと復習すれば思い出せるっていうふうになるので、まずはしっかりと一回ちゃんとした理解をするっていうのを意識して定期試験向けの勉強してもらえたらいいかなというふうに思います。大学受験に向けていざ勉強しようと思った時に、高校の勉強とだいぶつながってくるところがあるし、一回定期テストのタイミングでちゃんと覚えた理解したものはその時にも、あ、こうだったこうだったそうですね、すぐ思い出せるから全部覚えてなくても思い出せるっていう状態にするのがいいかなというふうに思います。かといって忘れてもいいからって言って試験じゃあ前日にいっぱい詰め込むみたいな勉強をしたら、それは意味がなくなってしまうので、しっかりとコツコツやる必要はあるんですけど、それを結果的に忘れてしまうのはしょうがないかなと思って勉強してもらっていいかなというふうに思います。あとは定期テスト前にコツコツ勉強することが苦手だよとか、直前詰め込むのもあんま得意じゃないとか、そういう人もいると思うんですけど、そういう人におすすめなのは授業中にできるだけ理解するように意識するってことですね。結構やっぱ部活とかも大変だし、授業中眠くなっちゃうっていう人もいるかもしれないんですけど、どうせ自分が後から復習しなきゃいけないんだったら、その同じ時間で授業内に理解しきっちゃった方が効率がよく勉強できると思うので、ぜひ部活とかやってる人こそ授業中にしっかり起きて、ね、しっかり話聞いて理解するってのを意識してほしいかなと思います。せっかく初めて勉強する人に向けて先生が話してくれてるので、一番分かりやすい内容になってると思うので、ぜひ授業中しっかり理解するっていうのを意識してください。では2つ目です。2つ目は予習ではなくて復習に力を入れようという話です。どういうことかっていうと、授業っていうのはやっぱり初めて勉強する人に向けて先生が話してくれてるものなんですね。なのでこれをしっかりと全然何も知らない状態で聞いてもしっかりと理解できるようになってます。なので無理に予習とかをせずに授業に挑んで、そこでしっかり理解して分かんないところを復習するっていう風にしてもらえたらいいかなというふうに思います。全然誰からも話聞かない状態で予習っていう感じで教科書とか見たりしても、もう理解するのにかなり時間がかかるし、理解したとしても結局同じ内容先生が言ってくれます。なのでしっかりと、授業に予習はせずに挑んで、それをしっかりと後から復習するっていうのを意識して勉強してもらえたらいいかなっていうふうに思います。そうですね、具体的に言うと、数学だったらもちろん先の内容を進めたいっていう気持ちも分からなくはないんですけど、そうやって進む前に本当に自分は今までの内容をちゃんと理解できてるのかっていうのを確認するために、習った範囲の問題集をたくさん解くだったりとか、あとは英語だったら習った範囲の英文法の問題集とかを解いておくとか、そういったところで自分がちゃんと理解できてるのかっていう、その過去のところを確認していくっていうのが大事になるかなと思います。あとは暗記事項と、例えば社会だったり理科だったりとか結構あるかなと思うんですけど、そういったものについては赤シートを使ってどん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 回して何回も見て暗記していくのが良いかなと思います。ノート取るときとかに赤シートとか使えるように、大事そうな単語だけオレンジとかピンクのペンで書いとくみたいな感じでやっておくと復習がしやすいかなっていうふうに思います。なので授業中にもちょっと復習のことを考えて授業をしっかり受けれるとより効果的かなっていうふうに思いますね。まとめノートとか作り直すのは本当に手間がかかっちゃうので、できれば授業中のノートで復習できるように、メモを、授業中の先生の言ったことをメモするとか、さっき言った暗記できるようにオレンジペンで書くとか結構いいかなと思います。はい、ということで3つ目です。3つ目は英語数学に力を入れろっていうことです。もうこれは多分もうどの受験生に聞いても絶対英語数学ちゃんとやっとけばよかったって言うと思います。どういうことかっていうと、英語と数学っていうのはほとんどの人が受験で使うかなっていう科目になっている上に、もう基礎がめちゃくちゃ多いです。数学だったら多分
まあ、20ぐらい範囲が、理系だったら20、文系だったら15ぐらい範囲があって、そこはしっかり基礎まで全部基本問題を解けるようにしないといけないし、まあ、英語だったらあの分厚い英文法を大体理解して単語とかもしっかり覚えないといけないっていう風になっていて、普通の勉強に取り掛かるまでに必要な基礎の量が他の科目と違って段違いに多いので、英語数学を高1高2からしっかりと始めておかないと受験生になった時に置いていかれてしまいます。あとは英語数学の勉強は積み重ねになっているので、高1の勉強が抜け落ちちゃうと高2から真面目にやろうとしてももう理解できないっていう段階になっちゃう。まあ、社会とかだったら別にこれまで古代をやってなくても、じゃあ鎌倉時代から始めますも理解できるけど、数学とか英語はそうはいかないので、早めからしっかりとやっていく必要があるかなっていうふうに思います。まあそういうことがあるので、まあ部活とかまあいろんなことで時間がないよっていう人に関しては、他の科目ができなくても英語数学はとりあえずやってもらえたらいいかなっていうふうに思います。はい、ということで、まあ、英語数学をしっかりやってるのは鉄則ということで覚えてもらえたらいいかなというふうに思います。はい、ということでここまで3つ新入生がやっておくべきことを紹介しました。まあやっぱり高校はスタートラッシュが命で、ここをミスっちゃうともうどんどん勉強遅れが出てきちゃうので、まずは最初に頑張りましょう。まあ、まとめると、定期試験のためにしっかりと勉強する、あとは予習よりも復習を頑張る、あとは時間がなければ英語数学を最優先で頑張る、この3つ意識してもらえたらいいかなというふうに思います。はい、ということで今日の動画は以上になります。この動画を見ていいなって思ってくれる方はグッドボタンとチャンネル登録ぜひお願いします。また質問等あったらコメント欄までお願いします。これからも勉強のためになる動画発信していきますので、ぜひご覧ください。ということで、これからも勉強に関する動画発信していきますので、ぜひこれからもご覧ください。それじゃあね。